よね。キャベツ入れすぎかな、これ。もりもりや。美味しそうでしかない。
入らん入んないよ全然入んない。しばらくたくあん生活ですね。はい、できました。今日はたくあんを乗せてみました。ホイコーローです。めちゃくちゃ美味しそう。豆腐しらす生姜、いただきます。いただきます。美味しそう。それでは、うまっ。ごちそうさまでした。うまかった。どうもマロ、どうもマロの本体です。はい、どうもマロの本体です。最後まで見てくれてありがとうございます。普段スーツなんて着ないんだけど、今回は新社会人の気持ちになろうと思って着てみました。仕事をしてると楽しいこともあるんだけど、それ以上にしんどいことがねいっぱいあるんですよ。我慢しすぎて倒れちゃう人を今まで何人も見てきました。もしも体や心が壊れそうな時は、何よりも自分を大事にしてください。これから頑張る人に言うことじゃないかもしれないんだけど、仕事休んだって会社潰れないから本当に自分の代わりなんて必ずいるから。
だから休まずに潰れちゃうより少し休んでまた長く歩ける方が僕はいいと思ってます。本当にきつくなった時のために辞める道もそばに置いて、それくらいの軽い気持ちも忘れずにやってってほしいなと思っております。嫌なことあったらいつでもコメントしてください。僕が読むから。そしたら一人じゃないからね。楽しくゆるくやっていきましょう。ということで集まろう。